あなたをぶっ倒して全国へ行きます。去年は一本しか取れなかったからな。その一本も顔面だけど、俺だっていろんな人たちと練習してきたんだ。死なせてやるもんか。父さんにしたみたいにもっと痛い思いしてから死ねよ。いやいやいや、そうじゃなくて、大丈夫なの？まさかスパイとかじゃ。2年 A 組の荻原学って言います。休み時間になるといつも同級生にからかわれて。自分は杉本巡査であります。殺されたこの山際女子の後輩であります。自分の大切な部下を犠牲にしようとした、欺瞞に満ちた正義を相手に。あの時決めたじゃないか、僕とお前は二人で一つだ。ずっと好きだったんだ、小学校の時から。無理だ、諦めるなんて。初めは脳を奪うだけが目的だったよな。だから俺も脳へ向かって進んだんだ。人間はどうやっても自分の心を完全に制御することはできない。僕たちは明日のモノリスコードに出場します。君はどうなんですか？2年前とちっとも変わらないんだな。いつも君は逃げるんだ。それに体も細いから昔からよく気持ち悪がられて。言っておきますが、僕は奏とあなたの交際に反対です。見るだけじゃない、どうせならみんなでヒーローになっちゃおうよ。ちょうど今まで頼んでいた方が別の町に行かれたようなので、せっかくですから。このまま姉さんが何もしないとビリになる確率は 87%。 俺なんか大したことないよ。ロザンナがすごいんだよ。由緒正しき傲慢の真相、今の名をヒューザ・ダークアルジャーノン三世じゃ。あなたをぶっ倒して全国へ行きます。去年は一本しか取れなかったからな。その一本も顔面だけど、俺だっていろんな人たちと練習してきたんだ。死なせてやるもんか。父さんにしたみたいにもっと痛い思いしてから死ねよ。いやいやいや、そうじゃなくて、大丈夫なの？まさかスパイとかじゃ。2年 A 組の荻原学って言います。休み時間になるといつも同級生にからかわれて。自分は杉本巡査であります。殺されたこの山際女子の後輩であります。自分の大切な部下を犠牲にしようとした、欺瞞に満ちた正義を相手に。あの時決めたじゃないか、僕とお前は二人で一つだ。ずっと好きだったんだ、小学校の時から。